絶好の実験。見事なものだ。おっ、意見を聞かせて。おお、人類の未来のためだ。よ、こんにちは。調査兵団として感謝するよ。よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はならば、こっちはゲルガーだ。一応爆発だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵站拠点の設置任務に加わってもらう。兵站拠点というのはわかるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵站拠点を設営する。総員準備作業に移れ。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいな。倒しました。おっ、やるぞ。おっと。応募完了しました。よし、おっ、いや、倒してやる。おっ、俺は鼻が利くがエルヴィンほどには効かない。倒しました。おっと。セット。おっ、いくぞ。セット。よし、じゃあ。おっと。いや、やるぞ。倒しました。おっと、いや、討伐完了しました。自分の身の安全は二の次だ。兵してある以上は仕方ないよ。倒しました。意外と手だれじゃないか。討伐する。私はここの守りを固めておこう。DK分隊長、どうかよろしく頼みます。よし、おっ、やるぞ。おっと、倒しました。討伐する。おっと、討伐完了しました。おっと、行くぞ。よし、いや、おっと、倒しました。いや、ごに対応しました。討伐する。行くぞ。新兵は経験が浅い。俺が何とかしてやらねえとな。倒しました。俺はここの守りに徹する。巨体を頼みます。おっと。よし。その調子でやれ。救援要請か。行くぞ。大体の巨人の位置は鼻でわかる。おっと。よし、そこに拠点を。お前のような匂いのやつはあまりいない。救援要請か。行くぞ。おっと。おっちゃ。ここに拠点を作ります。おっと。おっちゃ。いいぞ。あと少しだ。見張り拠点の設営は失敗したか。皆、周囲の警戒を怠るな。いや、倒しました。よかった。無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。行くぞ。すぐに任務に取り掛かれ。油断はするなよ。よし。いや、倒してやる。おっと、倒しました。討伐する。よし、おっ、いや、行くぞ。倒しました。倒してやる。討伐完了しました。いや、行くぞ。おっ、よし。おっと、おっ、壁外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。これが最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。兵団拠点の設営が完了したようだ。撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前、いい仕事ぶりだったぜ。兵団拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。七馬さん、どうかよろしく頼みます。了解だ。狙い通り。おっと、ここまで近づいて気づけないとは。総員撤退。巨人を討伐し、急ぎ退路を確保せよ。倒してやる。悪くないな。その調子で頑張ってくれ。行くぞ。リヴァイ、お前も言ってくれるか。了解だ。よし、いや早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり、兵站拠点が壊されてしまう。おっと、やった。よし、退路は確保した。総員直ちに撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした？何か事件か？被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人はまだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道ではるか遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事はしばらく立ち直れないかと。だろうな。調査兵団として君には何が見える？敵は何だと思う？そうか、すまない、変なことを聞いたな。よう、お前は呼ばれなかったんだな。憲兵団だよ。さっきまで訓練兵全員が集められてたんだ。例の巨人殺しの犯人が立体軌道で逃げたっていうから、僕たちの立体軌道装置も調べられたんだ。結局犯人は見つからなかったけど、君は任務中だったから容疑者から除外されてたんだね。お前はもう調査兵団を手伝ってるんだっけ？また巨人とも戦ってんだろ。すげえよな。俺も二度と巨人なんて見たくねえ。早く所属兵団を決めなきゃいけねえのにな。あ、兄、お前は憲兵団だったよな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？アルミン、あんたはどうなの？そうしなきゃいけない理由が理解できたら、死ななきゃいけない時もあると思うよ。嫌だけどさ。そう、決めたんだ。あんた弱いくせに根性あるからね。兄ってさ、実は結構優しいよね。は？だって僕らに調査兵団に入ってほしくないみたいだし、憲兵団に入るのも何か理由があるんじゃないの？別に、私はただ自分が助かりたいだけだよ。なんとかしないとね。楽しみだ。さあ行くよ。ついにこの日がやってきたね。待ちに待ったエレンの巨人化検証実験の日が。分隊長、ウキウキしすぎです。そろそろ壁外調査も近いんだし、しっかり検証しておく必要があるよね。てめえのそれは半分趣味じゃねえのか。いやいや、調査兵団としての大切な使命だと思ってるよ。まあ趣味っていうのも否定しないけど、これが人類の存亡をかけた一大実験だってことに変わりはない。エレン、頼むよ。ああ、やれるかわかんねえがやるしかねえ。そういうことだ。さあみんな位置についてくれ。早速実験を始めよう。すみません、巨人になれなくて。いや、エレンは十分頑張ってくれたと思う。君が巨人化できなかったのには何か原因があるはずだ。エレン、君はトロストク奪還作戦で3度巨人化した。最初は巨人の腹の中で、次は駐屯兵団に方向を向けられて。はい、間違いありません。そして市街地の大岩を持ち上げるために巨人化したのが最後です。なるほど。この3回に共通することはいくつかあるけど、中でも着目すべきは何だと思う？そう、私も同じ仮説を立てていたんだ。私は巨人化の能力はエレンが命の危険を感じた時にだけ発動するんじゃないかと考えてる。ただあくまでこれは仮説であって検証の必要がある。だから次は壁外で実験をしてみよう。おいハンジ、どういうつもりだ？壁外にいる巨人を誘い出してエレンの巨人化を試す。危険だけどこの方法が一番手っ取り早い。しかし壁外での実験を団長が許可するでしょうか？エルヴィンは壁外調査の成果でエレンの有用性を証明すると言った。ならいざ壁外調査に出てエレンが巨人になれなきゃ元も子もないだろ。これは必要不可欠な実験だ。許可は必ずもらえるはずだ。心の準備をしててね。エレンも君も。わかりました。次こそ絶対成功させてみせます。よう、何見てんだ？やっぱりそうだったか。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいついつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうのなんか危ういっつうかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。ったく、対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやれよじゃん。ごめんなさい。私のせいであなたを傷つけてしまった。でも血が滲んでいる。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって、お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当にごめんなさい。仕方ねえな。